はいどうもいつもね動画ご視聴いただきありがとうございます。おっちゃんのねゆるいガレージライフの時間です。それで今日はねおっちゃんまた商品届いたんですよ。こちらはい、これはね何かといったら高性能の LED をね、今日届きました。それで 6000K36W 意味がよく分かりませんけどね、かなりね明るくなるみたいなんでね、こちらをつけていきたいと思います。それでつけるのはねこちらこのねこのカーポートの下でね夜とか洗車するときにねめっちゃ暗くて、それで LED ランプをね、つけたりとかそういうときこの街灯つけたりしてたんですけどねやっぱりそれではねちょっと見にくいんでね今日はねこれおっちゃんねもう簡単にちゃちゃっとつけていきたいと思います。では動画最後までお付き合いください。今日は LED です。それでねこの LED はねこの台座があるんですよ。台座を上につけてそれでもうパカッとはめるだけもうめちゃくちゃ簡単なんでね。ほんでこの台座はね初めこれドリルで穴開けろっかな思ったんですけどねもうこのまま番線でくくってねもうこれでしまいにしようかなととりあえずねやっていきます。これ、2個しかないね。うん。いきなりね番線でいくっていうのはねちょっと難しいかなと思ったんでとりあえず両面テープでペタッとひっつけて、それでも針金で落ちないようにくくるというねちょっとやり方変えます。はい両面テープをね、つけるんですけどその前に脱脂して、それで、脱脂してから貼ります。はい、両面テープいきます。塗った方が早いね、やっぱでも。塗った方が早い。でも、塗って。あっという間しか見えんけ。ボソボソなった時にもう終わりだよな。ほらこれの一部屋に向こう向かないからな。だいぶこっちになったのか。うん、この上浮いてない、僕向けてない。大体これぐらいやけど。右と左ある。お？こいつが弱い。右と左は差し込み口があるから。低いよ、とこれそうやな、これ。あ？失敗。ことごとく失敗。次はね、もうこれにね直付けで両面テープで貼って、それで結束テープタイルアップ、それでねもう5箇所ぐらいパッ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 と止めて、もう軽い LED なんでね、それでいけるかなと。ちょっと様子見てみます。とりあえずね光るかどうかの先テストします。はい、テストお願いします。おー、明るい。これこのまま行こうか。よし。こっちへどう。まあいける。はい、こっち剥がした。これ止めれるんですよ。仮止めれる。これでまず。どないする？こっちの、こっちの端ギリギリで行く。うん。こっちは足元、もっとこれぐらい。オッケーな。オッケー。まあ、今日こんな感じで黒のタイルがこうできたやつ。別にいいかしら。どっちもどっちやな。羽が半分白、半分黒ですから。よし、次行こう。よし。